皆さんこんにちは。アゴラ編集長の新田でございます。本日はですね、ここ最近私も1ヶ月余り都民ファーストの会の政局話とか内紛だとかですね、都政の政局話を、ほぼ独走状態でいろいろ書かせていただいてますが、ちょっと今回ね、都民ファーストの会っていうところから含めて、地域政党という話をちょっとしたいと思います。で、一応、すごいもうマニアックな地域政党を含めればいっぱいあるんですけど、一応、大体皆さんが知ってるところはこの辺じゃないかということで、主だったところで挙げさせていただきました。維新、正確に言うと、国政政党の日本維新の会の下にある大阪維新の会ですね。それから都民ファーストの会、それから、名古屋の河村市長の率いる厳税日本、それから鈴木宗男さんのおなじみの新党大地で、生活者ネット、これは東京を中心に首都圏多くですね、市議会議員、自治体議員を中心に出している、制度です。それから沖縄大衆社会党、そしてこれはなんかできたばっかりで、なんかまだ海のものとも山のものとも分かりませんが、新しい党というのがいっぱいあるんですけども、それで、ちょっとここ最近やっぱ誕生してからどうなったのかっていうと考えていくと、維新は割と健闘して頑張ってますよね。で、残っておきます。で、都民ファーストは、ちょっと小池さんが今回自民党に謝罪したということで、私の取材を含めていろいろ諸々明らかになってきて、非常に揺らぎ始めていると。ここもちょっと三角になってきていると。多分次の都議選はもう壊滅でしょう、多分。で、それで、厳税日本は、もう河村たかしさんがやっぱり結構だいぶ求心力がね、以前よりなくなっているので、限りなくも三角からバツにかけて、ちょっと結構かなり厳しくなっているのは間違いないですね。そして、新党大地も、鈴木宗男さんも最近そんなにプレゼンスがそんな高いとも言うわけでもないし、いやいや、ちょっと落ち目傾向にあるかなと。で、生活者ネットは落ち目傾向にあって、去年の都議選も、3人の現職がいたうち1人しか残らなかったんですが、非常に30年やってるというもうところなんで、この中では実は多分特に歴史がある方だと思うので、ここはこれはそれなりに三角なり、やや低空飛行気味かもしれないけど、非常に基礎力というか、組織は高齢化してますけど、非常に頑張っている方かと。で、沖縄大衆社会党は、非常に、沖縄は非常に沖縄ナショナリズムが吹き荒れてるということもありますので、一応、あと、現職の参議院議員、糸数恵子さんがもともとこちらのご出身ということで、これはこれで非常に根強く、どちらかというと、回るかな。そして、で、これはまだ分からないということで、まだ全然分かんないんですけど、で、一つ、ちょっと、新しい党は、ちょっと、これはまだ、占うのでちょっと早いので、ちょっと、これは今回、あれですが、この中で、そこそこそれなりに、生き残ってるなっていうところをちょっと見ていただきたいんですけど、維新にしろ、それから、あと、生活者ネットにしろですね、沖縄大衆社会党にしろですね、ちょっと一つ特徴があるのは、割といわゆるその俗に言うパーソナルパーティー、つまり一人の特定の属人的なその政党にはなってない。で、もちろん維新って橋本さんのパーソナルパーティーでもちろん最初始まってるんですけど、一応大阪都構想の住民投票で負けて、もうこのまま壊滅かと思いきや、どっこいちゃんと、それなりにちゃんと粘り強くですね、今日まで、まだ国政政党を含めて勢力は最低限維持してますので、パーソナルパーティーという部分からは脱却はしているところあるかなと。そういう意味では、維新や生活者ネットや沖縄大衆社会党というのは、組織という部分では、一応それに根を張って、特に維新なんかは、国会議員も複数持ってますので、そういう意味ではよく検討している方ではないのかなと思います。で、都民ファーストはもう小池さんがまさにパーソナルパーティー、実質上そうなんで、多分ここまで来ると非常に厳しいのかなと思うんですが、つまり生き残るポイントとしては、地域政党ってやっぱりパーソナリティパーティーから脱却できて、組織がきちんとできたかどうかだと思いますね。で、特にこの中で、特に国会議員複数でやっぱり擁立、ちゃんと現職でいるという維新がやっぱなんで強いかというと、正直言うと、これもともと自民党の大阪府連に所属していた中でも、特に選挙関係含めてですね、非常に精力的に政治活動をやっていた人たちが、
まあ、抜けてきたという経緯もあるんで、まあ、そういう意味では維新ってこれは良くも悪くもこれは非常に自民党的に選挙の強さってやっぱ持ってる人たち、まあ、その強さって何かというとちゃんと自分の組織っていうんですかね、その変な業界団体というよりはちゃんとその選挙運動をする時の組織っていうか根強く腐る根で、割とその大阪の方に関して言うと非常によく精力的にやってる選挙を、非常にどういった選挙をがっちりちゃんとやれる政治家が集まってるという意味で非常に堅実なところが意外にあるなと。これは割と東京の人間が持ってるよりは結構空中戦よりは地上戦の強さがあると思います。でそういう意味でパーソナルパーティーから脱却できるかどうかが今後ですね、都民ファーストがもし生き残るとすれば、もし小池さんからですね、非常に事実上小池さんのパーソナルパーティーではあるんだけども、そこから本当に新しい動きが出てくるのであれば、それはそれで一つの形として、今よりは勢力を減らすと思うんですけど生き残るかもしれませんが、そういう意味では非常にその脱却するか、個人焦点を脱却するかどうか、そこはポイントだと思います。でただとはいえ維新もちょっとこれから一つ山場、大きな山場がこれからですね2つ向かいます。でまず一つは11月23日、これ今月ですけど、大阪万博が実現するかどうかが、これが非常に決まります。で結構今年の台風の、件で、関西空港が完成したっていう、ことも含めて結構だいぶショッキングに、あるいはセンセーションに報道を世界でもされてしまったこともあるので、この辺りがどうネガティブな部分をうまく脱却できるか、オリンピックの後のですね次の日本国内の大きな、ビッグイベントとしては非常に万博って期待されている部分もあると思うんですけど、特に大阪維新としては、今大阪都構想がどうなのかよく分からない部分もあるんで、この万博ってのは一つ多分焦点になってくると思います。でなんか昨日今日の報道だとダブル選挙、もう一回住民投票、大阪都構想の、住民投票の仕切り直しみたいな話を進めていたけど、公明党がなかなか、OK してくれなくて、どうも来年の春は無理そうだというところで、ちょっといつなるかまだ分かんないと。でこの来年の統一地方選挙の時に、多分確か府議選や市議選があると思うんですけど、この時に一緒にタイミングでやるんじゃないかという説もあったんですが、なかなか今それが現状難しくなっている。でなんか今いろいろ一部報道だとか永田町の噂では、もしこれが万博になってダメになったら、ここでですねもう住民投票もここで難しいんだったら、そうするとこの統一地方選挙って実は橋本さんが辞めたから初めての統一地方選挙なんですね。でそうすると実は大阪維新のさっき僕強さってそのパーソナルパーティーじゃないっていうふうに地方議員さんも含めて非常に熱よくきちんと地固めしてるんだけど、その足元の府議会議員さんや、市議会議員さんとかのそこの、ある種存立をかけた統一地方選挙で、ここで橋本さん抜きで今回やらなきゃいけないとなると、果たしてこれ非常にどうなのかと。でもしかしたらここに市長選と大阪市長選と大阪府知事選をぶつけてくるんじゃないか説もなんかあるらしいですね。ちょっと実際にちょっとどのレベルの音なのか分かんないんですけど、そういう意味ではこの後の政局っていうのはこの万博からですねこの統一地方選に向けたですね、ここのこの半年ほどの動きっていうのは結構ですね維新がですねちゃんとですね生き残るのか非常に注目されるという部分でもあると思います。ということで地方政党地域政党というのは非常になかなか日本ではパーソナルパーティーから脱却して末永くやるとなかなか難しいと。政界社連とも細々と30年やってますけど、やっぱなかなかある一定規模でですねつまり、その地元の議会で与党会派を取るぐらいの勢力をずっと長期間維持するとはなかなか簡単ではないなということが分かりますが、果たして、今後ですね日本の地域政党の運命というのはどういうふうなのか、この維新のこの維新は一つ大きなポイントになるんじゃないかと思います。引き続きご注目いただければと思います。